はい、3月後半の野菜です。まずは玉ねぎですね。まあトンネルで順調っちゃ順調には育ってますね。一部死んでるのがあるんですけど、まあまあ、遅れてる分を取り戻してるっていう感じですね。紫の方もやってて、まあ、紫もまあまあって感じですね。まあ、あの小さいままのやつはもう小さいままっていう感じで。で、じゃがいもデストロイヤーの方はですね、トンネルビニールを寒い日にかぶせ忘れたんですよね。まあ、その時に霜でやられちゃって結構大ダメージ。まあでも復活してくるでしょうっていう感じですね。まあそれなりに取れるかなと。で、トウモロコシの方ですね、こっちはもう霜でやられてもう全然ダメですね。残った方もこの時期に大きなダメージを負ってるんで、そんないい株にはならないと思います。なので追加で育ててます。で、ホワイトロッペン、ニンニクの方ですね、こちらは非常にいい感じですね。楽しみです。はい、でハウスの中に入りまして、その中でも育苗箱の中ですね、育苗トンネルの中、さつまいもですね、まあ、順調なんですけど、ちょっと成長がゆったりになってますかね今。はい、ピーマンとパプリカですね、まあまあまあそれなりに順調ですね。まあ接ぎ木の時にうまくいくかどうかっていうところですね。はい、でこれが、トウモロコシの追加分ですね。一応5株、追加で育ててます。はい、でこれがナスですね。まあまあ未生苗でいきます。まあ、ちょっとやっぱ他の野菜より遅いですね成長は。はい、これがキュウリですね。ダイソーのキュウリです。さっきのナスもダイソーですね。あ、トウモロコシもダイソー。これはスイカのラオウですね。で接ぎ木してあるやつですね。下が夕顔の台木になってます。これ順調ですね。あの夕顔変なやつ使ったんですけど、まあまあいい感じです。はい、これがメロンのマスクメロンの方ですね。接ぎ木失敗しちゃって、なんか首の皮1枚じゃないですけど、そんな感じで、まあどうかなっていう感じです。はい、こっちもメロンなんですけど、去年と引き続いて市場工事かな、市場工事かな、どっちかな分かんないですけど、美味しいメロンですね。これは未生苗でやってます。はい、これはレタスですね。花を見るためのレタスです。リーフじゃなくて結球の丸レタスの方ですね。どんな花咲くのか。去年花咲かせられなかったんでやってます。はい、これはイチジクですね。バナーネ苗を買ったんですけど、それがあんまり良くなくて、さらに挿し木してどうなるかっていうのをですね、ギリギリこう命がつながってる感じです。はい、これがイチゴですね。まあすごい状態良くない株からスタートしてるんで小さいんですけど、一応実がついて色づいてっていう感じですね。まあ、3月後半こんな感じです。